して。おはよう。Meet Yusuke, a 31-year-old single father and an ex-professional boxer. 子供の朝ごはん作っていきます。朝は仕事のない時は作ってるけど、仕事の時は母親とかに頼んでます。夏場でね、効くんで、夏はトマトは必ず食べてもらってます、ね。Is that rice for breakfast? このご飯は夜ご飯ですね。Are you already preparing dinner? もう家出ちゃうんで、先に炊いておきます。They have to leave for nursery school at 9. する? It's interesting that they are eating hot dogs for breakfast, which aren't very Japanese.Is it good? As for Yusuke, his breakfast is a little bit different. 寝起きは体が栄養不足なんで、しっかりタンパク質を補給します。The kids aren't eating. They're watching TV. And they started playing before finishing their breakfast.Oh, kids. Parenting isn't always easy. finally. 30 minutes to finish their food.They are running out of time. They have to leave soon at 9. Hurry up and pack. 今日は幼稚園でプールに入るみたいなので、水着の用意をしています。はい、じゃあ保育園行くよ。じゃあ練習。It takes about 15 minutes to the nursery school. He works as a trainer at the sports facility, but today is his day off.No need to throw this away. 子供が残したものはちゃんと食べてます。捨てないです。How did you become a single father? 上の子が3歳で、下の子が2歳の時に奥さんが一人になりたいと言って家を出て行っちゃったのがシングルファザーになった経緯です。今思うときっと、まあ、育児が大変でしんどかったのかなと思います。今は月に2回面会交流を実施してます。実際に自分の周りにシングルファザーがやっぱり少ないというかいないのでなかなか相談することができない。そういうのが一番辛かったですね。やっぱり子供といるの大変ですけど、
一緒にいれるっていうことが自分にとって一番幸せなことなんで、子供がいてくれたおかげで今の自分があると思ってます。この壁は子供が全部剥がしました。本当はダメなんですけど諦めました。 There's a place he always goes to on his day off. バスケット好きっていうのもあるんですけど、またボクシングでプロになりたいので、バスケットとか筋トレやってそのボクシングの体を作ってる感じです。He used to be a professional boxer. The one in the red shorts is him. もうプロボクサーになった時に子供がいたので、バイトだったので収入がなかなか安定しなかった。少し子供が大きくなるまではボクシングを離れようと思って、しっかりと正社員で働こうと思ってボクシングを一回やめて会社員になりました。子供に将来の夢を聞いた時に、パパの夢はって聞かれて、その時に伝えられなかったので、もう一度夢というか目標を作って、自分自身に挑戦したいなと思って、またプロボクサーを目指そうと思ってます。今トレーニングしたり、バスケットやったり、またボクシング復帰しようとしてるのも、子供たちにかっこいいところを見せたいっていう気持ちが強いんで、もう一度プロになって、リングで戦って勝って、子供たちをリングに上げたいです。今から筋トレしてきます。ボクシング復帰に向けて少し体がなまってるんで、体に刺激を入れて少しまた筋肉を戻していこうと思ってます。今すぐ3回ぐらいですね、バスケットで走ったりしてスタミナをつけて、この筋トレで体の筋力を戻していく感じです。行ってきます。How was the training? めちゃくちゃ驚きました。Where are you going now? これから幼稚園のお迎えに行きます。このね、見て。あ、これ、スミロス。すごい。今日土手に案内します。この後はちょっと土手の方で遊んでいきます。土手のところは初めての案内。They released the crayfish that they had caught. どうぞ。
あれ、キッチンもお風呂入ってた？なんで手にさ、羽が入ってるの？メレンジお手洗ったら、すぐにね、お風呂入ってね。ちゃんと洗ってよ。Is it hard to do housework? 大変だし、子供も元気なのですごい疲れますけど、まあそれも今だけなんで、もう少し頑張ろうと思います。まあやっぱり上の子は男の子なんで、強くたくましくなってもらいたいのと、下の子は女の子なので、まあ可愛く育ってくれたらいいなと思ってます。もし今子供がいなかったら、もう働いて、てるかもわからないし、多分好き勝手生きてると思うんで、子供たちが今自分の生きる過程になってます。パパのこのやつのパソコン。だからこのもお風呂入ってるから、仲良くゲームやってて。Do you like your dad? 好き。What do you like about him? いろんなところ。お買い物してるところ、仕事してるところ、私はお料理してるところ。肉を焼いてきます。お肉の数は絶対一緒にします。間違えちゃうと喧嘩になるんで、こう順番順番に入れていけば。大体一緒になるんで、お肉とご飯とあと野菜で今日は簡単に。いただきます。これがいいですね。冬だったらね、湿地で冷えるか。はい、どうもお疲れ様でした。何やってんの？はい、歯磨いて。はーい。まず自分でやってね。はい、じゃあ仕上げします。はい。It's always interesting to see how other Japanese families live because they have their own lifestyle and a story. And if you want to learn Japanese so that you can start your own story in Japan, I will teach you the kind of Japanese the real-life Japanese people today actually speak, which can be different from the kind of Japanese that textbooks and apps teach you because they can be unnatural and outdated. So click the link and subscribe to my email group, Japanese with Yuta. All right, see you guys soon. Ciao, ciao.